視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週日曜は今週の世界とパクユー、世界中で起きたホットな話題をネタにゆるくラジオの、深夜ラジオのようなテンションでトークしていくという動画でございます。この日曜日の動画に関しては編集なしで、いろんな場所からお届けしていますと、今僕ね酔ってます。1ヶ月に1回ぐらいこの酔っ払いパクユー出てくるんですけれども、今日は水道橋の東京クラブという、ライブハウスで、まあ、友人の、プライベートな、あ、ちょっと歯入ってますけど、プライベートなあの誕生日パーティーみたいなイベントがありまして、そこで歌ってきました。あのライブハウスを、まあ、おしゃれなライブバーを貸し切ってイベントやってました。ちょっと音楽人っぽいでしょ。まあ、そんな大したことではないんですけれども、楽しく歌ってきました。で今、打ち上げ終わりで動画撮ってます。なのでもしかしたら乱入してくる人いるかもしれないなと、ちょっと心してちょっとちょっとはい来ました、はい来ました。パクユーチャンネル、普段、続けてご覧いただいている方はもしかしたらあこいつまた出てきたなと記憶にあるかもしれませんが、パフォーマンスユニットマジメイトの、主催の大月さん、今日もご一緒してました。こんばんは。いや、今日はね、パックンがね、30分の持ち時間をねフルに使ってね、そう結構ガッツリ歌ったんですよね、これ全世界配信ですよ、はい、大丈夫ですか。覚悟がない人は入らないでくださいね超覚悟ある。今日は何曲やったんですか。で今日はね5曲歌いましたね。でつい最近作った新曲も、やったりとかで今すごいことになってきたなまあ一応新曲をねすごいギャラリーがすごい。ギャラリーのちょっと素通りなんか一般の人ですみたいな。そうで、あんまりねわちゃわちゃしすぎてもね、お前らふざけんなと低評価ついちゃう。そう、低評価がついちゃうから、ちゃんと毎週日曜日の話もしましょう。今週の世界中のホットな話題なんすかね。僕はもう坂口安里さんの話題ぐらいしかないっすよ。ね、世界じゃないけど世界じゃないけど、ちょっともうポジティブな方にしようよ。浅田選手がさ引退。あ、引退ね。で、あれでもなんか、否定的なこと言うと炎上するっていうのもあるんで、なるほどね。でも本当にお疲れ様ですよね。僕すごいね、スポーツ大好きで、フィギュアスケートもまあ見たりしていたので、まあ一つの時代が終わったのかなみたいな、一つのサイクルが終わったのかなみたいな、感慨深いところはありますね。まあちょっとオリンピックに縁がなかった選手なのかなっていうところが、まあちょっと残念ではあるんですけれども、まあこれでこうフィギュアスケートからこう離れちゃうんじゃなくて、まあ、また新しい、そう、選手を応援してったりっていう人が、ね、いっぱいいると浅田選手的にもやっぱ嬉しいことなのかなとか、無難なコメントで、まとめてみました。ね、あとは国民予想を創設するかもみたいな話が、まあね、そこはいいですよ別に。あ、そこはいいですね。なんか賞をもらおうがもらう前がね、人々の記憶には残って、はい、分かる人には記録じゃないと、そう、分かると、それをこう受け継いでいくのが大事かなっていうところがありますので、じゃあこいつが取ったからこいつはどうなんだみたいな話もやっぱあるじゃないですか、よくよく出るじゃないですか、だからまあそこはね、そんな僕はどうでもいいかなって思ってるんですけ ど, まあどっちかっていうと、ありがとうございました、ありがとうございます。そう、続々解散してるんですけども居残り組、そうだね、そっちの方が世界的な話題ですね。そうだね、坂口安里とか、いや、あれも個人的には喋りたいけど、でもないね、スケールが、ね、スケールが違いますね。そうそうそう、スケールが違いますね。まあ、あとは、僕サッカー好きなんで、今週はチャンピオンズリーグっていうヨーロッパの最高峰の大会やってまして、日本人選手で岡崎選手と香川選手がトーナメントに残っていて、試合出てて、僕眠い目こすりながら朝方4時ぐらいに起きて、見てました。はいはい、いくつか締め切りを抱えてる仕事があるの で、ね、あんまりね言うと、お前そんなことしてねえで早く曲あげろよと言われかねないんですけれども、すごく熱い戦いでしたね。はい、まあそんなもんすか。なるほど。で、
ここからパクユーの、うん、まあちょっとしたお話といいますか、うん、来週の、うん、土曜日、はい、ニコニコ超会議というイベントにまたパフォーマンスユニットマジメイトさんが出演すると、はい、ありがとうございます。で、そこにまたあの楽曲制作で関わらせていただいております。ありがとうございます。世界のパクユー、ありがとうございます。私たちのパクユー、ありがとうございます。で、僕もねあのスケジュールが合えば、うん、その超会議29日、うんの方に、遊びに行きたいなと思っております、はい、で僕あの YouTube でこんな風に配信をしてますけど あんまりこう動画文化というか配信文化みたいなのには あの乗り遅れてるところがありまして、あのニコニコとかはねあの楽天の野球中継ぐらいでしか見たことがないんですよあのなので、うん、あのそう本当になんでもしかしたら今こちらの動画ご覧いただいてる方の方がニコニコ界隈の話題っていうのは詳しいかもしれない、うんうんうん、なのでちょっとまた別件でねあのニコニコ超会議どうやったら楽しめますかっていうようなあの動画ちょっとアップしたいなと思いますので あのぜひね、あ、そこになんかいろいろアドバイスとかコメントとか、うん、あのいただけると嬉しいなとか思ってます。でそこでまたあのマジメイトの、はい、パフォーマンスに関しては詳しく、うん、ご紹介、告知したいなと思ってますので、そちらもぜひ、ご覧ください、うん、そしてマジであの切実にね、うん、ニコニコ超会議ってこういうイベントで、こんな風に楽しむとこういうの あるから参加してみたらとか、うん、あのいろいろね教えていただけたら嬉しいです、うん、はい、てなところで、はい、うん、そうですね、今まあ6分7分ぐらいかあの時間がね上にメーターで出てるんですけども、はい、まあ、まあ、10分目安で喋ってるんですけど、うん、僕はもう疲れてしまったので疲れてしまったんですか。ありがとう、本当にありがとういや楽しく歌わせていただきました。動画アップするんでしょ、まあ、昨日うん、そう今日の動画もねあの編集してアップしようかなと思ってます、はい、昨日今日とあのライブ2日続けてやるなんてパクユーとしては珍しい、かなりやばい、売れっ子。最近あのいろいろ機会をいただいてて、ね、あの歌うのがね結構楽しくなってきたりするの、今までは楽しかった確かにいやまあでもよりねあのねなんか最近歌うの楽しいなってちょっとあの自然に思えてる自分もいたりして、あの出演のちょっと歌詞飛んじゃったけど証ねあの出演のオファーとか、うん、あとはこんなイベントあるからあのパクユー出てみたら遊びに行ってきたらでそれちょっと動画撮ってきてよみたいな、おすすめです、うん、そういうのあったらあのぜひぜひそれも教えてください。本当に、はい、ちょっと私おすすめポイント言って、はいはい、本当に歌声がね、うん、いい声だし、あとは何より MC がうまい、うまい、あとねあの音響とかやりますから、そうそうそう自分で、ね、今日もいっぱいやってもらいました。あの昨日も今日も、小さいあのライブハウスライブバーだったので、セルフ PA、まあ、あの音響卓に、専門の人がつかないみたいなあの会場だったんですね。でそういう会場はあの僕ある程度、PA できますので、かっこいい、あのイベントのなんていうんですか、そういうところもね、まあ、込み込みで、うん、お呼びいただければ嬉しいかななんていうふうに思います、ということで、今日もたくさんのわちゃわちゃ会でしたねすいません、まあでもたまにはねこういう会作れれば嬉しいなと、おります、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました、コメントチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。マジメイトよろしくお願いします、そっちもや